はい、皆さんこんにちは、あちでございます。ファンクスですね、やっていきましょう。前回ね、この、ディアナさんでしたっけ、倒しまして、で、どっか行くなら羽使っちゃいいよっていうのはディアナの翼、羽じゃなくて翼もらったのね翼丸ごともらったの。え？あなた翼見えてるよ羽じゃなくて翼なんだね。じゃあ早速使ってみましょうか。ああ、いきなりもう変わっちゃうんだよね。ああ、新たなとこに来ました。さあ、もうおそらくあと1個ですよね。牙は、ここはなどこ、よう山を越えてきたもんじゃの、大したもんじゃ、うんうんと。おお、山越えたのね。まあ越えるって言ってましたよね。越えて向こうに行っちゃうと。あ、何、え、空飛んできたとな。おお、それよかったな、はははと。で、ディアナさんは死んだことにしといてくださいって言われたんですけど、ああ、そっか、私ルーラー持ってるもんね。よう来たのは何もない村じゃが、ゆっくり休んで行きなさる。あ、扉もういきなり開いてるよ。何、あ、廃屋。あ、廃屋って言っても、ごめんなさい、今自分で笑っちゃったんですけど、廃屋って言ってもガソリンの廃屋じゃないからね。もう年食ったね、私もね。さあ、あ、出ちゃった。もう10万あるんでね。何買う？これ1万だって10万だよね、私この桁が。え？炎のローブって何？買わぬよ。こんな全然、炎のローブとか全然ダメな気がするね。戦士の盾、先行の盾？え？ちょっと待ってね。すごく、あれが悪いよね、装備が。もう、先行の盾、うんぬん。あ、先行の盾、ベルサガさんが持ってんだ。あ、そうだよね。先行の盾、すでに余ってんだよね。フレームシールド、先行の盾、弱いもんね。ああ、使えないのか、ここは。じゃあ、とりあえず売りましょう。で、先行の盾ね。はい、いいですよ、と。で、炎のローブってなんだろう。安いからダメなんだろうね、きっとね。一応、まあ、安いから買ってみましょう。ミディアさん、うわー、全然ダメだね。 あら、しまったね、これ。あ、買わない、売るんだよね。ちょっとお金無駄にしちゃいましたけど、あー、でもまあ良心的だね。4分の3で買い取ってくれました。何これ、これだけこれだけしかない、マジか。あら、体力大丈夫？いや、ダメだ、寝ないと。てか、ここ宿屋なかったよね。宿屋ないよね。ないね、宿屋。いや、かなりなんかちょっときつい感じがしますね。さっきのティアナさんのところに宝箱もないもんね、あれ見た感じね。で、雑魚が強いんでしょ、きっと。まあ、雑魚は強いんですけど、ボスは、なんとかやりますよね。さっきのあのディアナさん、とんでもなかったけどね、あれはあれで。でもなんとか、あ、でもスプリンクラーが敵なので、ポッパン効いたかな？はい。いやー、まあでも、もうそろそろですよ。これもね。取れないでしょうね。確か取れない。うん。だ、取っとってもゼロなんだよね。いや、経験値が安い。これって経験値あれなのかな？いやいや、違うね。
ものによっては自分のレベルに対して経験値下がっていくというゲームありますけど、これはどう見ても違うよね。あ、そうだ、私ね、ついさっきリスナーの方のコメントのツッコミで気づいたんですけど、三国志なんですけどね、47と48を間違えてテレコにしてますね。もうこれ戻、もう公開後なんで戻したらもっとややこしくなると思ったんで戻さなかったんですけどね。で、タイトルに、ちょっと付け足してるんですけど、いやダメだね、もう本当に申し訳なかったです。もう、あれおかしいねと、部長の説明のコーナーが、テレコしてるねっていうツッコミを入れられたんで、ツッコミというかね、あれっていうような感じだったんで、それ見たら、おやと、ひょっとすると、パート自体入れ替えてないかいって思ったんで、もう案の定そうでした。申し訳ないです。今ね、あれが見えたので、明星さん、絶対魔法使っちゃおう。街が見えたんで、多分宿あるんでね。え？ あれスライムライトだったんだね。あ、そっち行ってたのか、しまった。エルセガさん空っぽだ、しまったね。まあ宿あるから宿入ろ。いやー、もうこれも書き置きましたよ。一時はね、いけるかなーとか思っちゃったんですけど、人がいない。あー、なんかありがちな無人ない、無人の街だ。これ宿泊まれんのかな。人っ子一人いないんだよね。あるよね、こういうパターンね。あらららららら、あら、これはいないわ。あ、一応確認しますか。いないね。あ、ということは、ここ宿屋もなくて、私いつ休憩すればいいんだ、これ。あ、でもルーラー使えるから、いっか、ルーラーで帰ってくるか。お、なにこれ。お、おい。おお、階段が出てきた。おっと、ということは、この下に、皆さん逃げてんだね。まあ、音変わらないから敵出てこないでしょ。地下都市、おお、地下都市だ。お願いです、ハティさんを助けてください。悪魔に襲われているんです。ハティさんは一番大きい、ハティ、ハティ、どっちだろう、ハティかな。一番大きい家の中にいます。ちょっと待って、今ちょっと回復だけ言ってくるね。もうこの町もおしまいなのかしら。一体どうしたらいいのと。おー、あ、なんかある、これ。あ、違うね、これは背景かな。さっき休憩しないとね。くそ、なんで奴らにここがバレてしまったんだ。いや、さっき友達ね。いや、もう負けないですよ、きっと。今の我々はなかなか強いはずなので、負ける気しますよね、正直ね。あら、悪魔よ、悪魔が来たの、来たの、助けてと、ちょっとセーブしておきますか。万が一やったらまたね、ロードし直しっていうの困っちゃうから。32だね、私今ね。これは鍵がかかって入れない。あなたはくっそ、なんで奴らがおるの。あ、あれがある。先装備変えてから行こう。ここはいいのあるでしょう。おお、フレームソード。ロマンスの弓。パワーマン、フレームシールド1個持ってたよね。バスタードソード。え？バルディッシュは持ってますよね。まずフレームソードは、あ、これ1本ずつね。で、パワーアーマーは、まあまあ、とりあえず買いましょう。あ、でもこれパワーアーマー買えねえや。ちょっと待ってね。で、装備しましょう。いや、すごいのあったよ。おお、20上がった。で、バトルアーマーだから、そうだね、買わないといけないね。で、メディアさん、ロマンスの、ロマンスの矢っていうのが、弓っていうのがね、わー、上がったね。10だけ上がったか。で、まず、とりあえず売りましょう。
で、バスト、そうだね。4875。ちょっと待って。様子に見えときましょう。いや、誰だっけ誰だっけって失礼だね。ベルセガさんが装備できるのかなと思ったんで、バルディッシュ、あ、バスター装備できないんだね。そうだね、そうだね。ということは、これではっきりしたので、はい、降りましょう、バスター装備ね。今日ね、ライブしようと思ってるんですけどね、ちょっと日曜日のね、本来ならば日曜日なんですけど、もう私ね、土曜日、日曜日って交互って言っちゃダメだね、もう。適当にしますっていう感じで言わないといけないね。ごめんなさい、ほんとね。とりあえず、パワーアーマーを2つ欲しいよね。はい。はい。いつも思うけど、こんなものを売れるんだったら勝てるでしょと思うんだけどね。ああ、びっくりした。パワーもね。上がんなかった。5しか上がんないか。パワーアーマーって言われるとね、あれ思い出しちゃうんですけどね、フォールアウトね、フォールアウト思い出しちゃうんですけど、思ったより上がんなかった。5しか上がんなかったが、あんだけ金出したのに。ということはバトラーもすごい高いの。ということは5000何本なんですよね、これ。パワーアーマーぼったくりだな。一気にお金がなくなっちゃったね。ああ、てかこれ、お金をなくすための、敵の策略だね。敵というか、開発者の策略だね、これ。フレームシールドはね、ベルセガさんが持てるのか。あ、そうだね。フレームシールドだけ入れて、残念。ムーサさん、何もアップできなかった。フレームシールドの方がいいじゃない値段安くて10上がったよ。ほんとね。さあ、これで勝てるでしょう。ちょっとね、このね、もう一度このめんどくささをね、やらないといけないっていうのが嫌なんで、私、めんどくさがいなんでね、これセーブしておきましょう。さあ、で、ああ、あそこかいな。旅の方よ、この町に、ね、悪魔と遊び手を貸してくれませんかって、これなんだよね、多分ね。ただこの町も見つかってしまったが、こうなったら戦うしかあるまいっていうのが、まあまあここで間違いないんですよね。これですよね、このでかい。あ、そうだ、これ何言ってんだろう。はい、ありがとう。ほんとドラクエでもあれだよね、道具屋って使わなくなるよね。ファイナルファンタジーは使うんだよね。ハイポーションとか99個買うんでね。で、こちら、おう、僕ちゃん、ウィーン、怖いよ、兄ちゃん、助けてーっと。さあ、じゃあ、ちゃっとやってしまいましょうか。ヒットポイント大丈夫だよね。ああ、もう、森ナルぶっこんだら多分いけるじゃん。森ナルとパワークでいけると思いますね。お？悪魔、グフフフフ、我々に歯向かう愚かなるものよ。お前がと我が子がもはや手をくれ。牙はこの手にもらっていくぞ。どうしても取り戻したければベルナの神殿へ来るがよ。グワハハハハ。ちょっと待って、逃げられるの？あ、待って、ああ、待って、牙を返せ、クッソ。ハティさんね。ハティさんかな。いや、私勘違いしちゃった。ハティさんが悪魔だと思ってた。旅の方よ、あの悪魔の言っていたことが本当ならば、もしあなたが魔王を倒すために旅をしているという戦士ならば、その証を見せていただきたい。何言ってんだよ、その他力本願やめなよと。そうであるならば、証を見せていただきたい。なんでちょっと上からなんでしょうね。じゃあ行きますか。なんて言ってましたっけ。なんか言ってましたね。でも多分ね、順路で行けると思うんで、このまま。なんか教会も若干変わった気がするんでもないんですけど、命を絶たれた人がいるときに来なさいと。これわざわざ戻らないといけないのかな。あー、これちょっとめんどくさいね。おおごめんなさい降りちゃった。
さあ、じゃあ行きましょうか。もう一本道ですからね。だん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 突っ込んでいきましょう。おや？私上から来たんだよね。上から来たんで下に行くんでしょ？違うのかい？あら？あら、皆さんね。ラミアさん、ちょっとあれなんだよね。もう、色気でね、野郎ども3人がね、ぼーっとしちゃうんでね。おお、なかなか痛いな。でもやっぱり攻撃力上がってんね。20上がったもんね、確か、剣でね。まあ、フレームソード？これの2万ドル、2万ドル、ドルじゃないわ。2万っていうお金はね、納得できましたけど、パワーアーマーの4万っていうのは納得できないな。4万払って5しか上がらないの。フレームシールドなんかね、あれでしたもんね。1万で10上がったもんね。剣は2万で20上がったのにね。4万で5しか上がらないってどういうことだと思うんですけど。あら、あんま聞きませんでしたね。いやー、レムちゃんが強くなってる。ああ、いいタイミングで入れてきたね、ベルツェラさん、麻痺ね。行動の寸前に入れてきたね。もうしてやったりでしょうね、向こうからすればね。あ、残念。メディアさんが会心出ちゃった。してやったりってね、思ったところで、こっちもがっつりちょっと行ってしまいました。あれ？なんて言ってました？来たのって言ってたのかな？あら？あら？おや？これはみんなでタコ殴りだね。おや？私話ちゃんと覚えてないね。もしこれ見つからなかったら、いっぺんここで落としましょう。落として、ああ、そっちじゃない。落として、セリフ変わんないでしょ。要は山を越えてきたもんじゃ、大したもんじゃ、おんおんだ。いっぺん落として、確認して、また再度アップしますね。あれ？行けるところがもうない。いやね、今回は本気で解きたいです。でね、今週ね、申し訳なかったですね。なんでしょう、お一撃だわ。ファングスがね、なかなか上げれなかったんですよね。1本ぐらいしか上げてないと思うんですよ。まあ、ユートラックシミュレーター2もあんまり、不定期枠があんまりはね、上げれてないんで、なぜか。ちょっとね、仕事が忙しかったっていうのもあるんですけど、あとね、二日酔いっていうのはありましたね。ごめんなさい。ただね、来年の仕事が入りました。あ、よかった。 これ来年の仕事入んなかったら うち年末で資金ショートしたんだわ、これが。 よかった、来年の仕事がね、来ました。本当お客さんには感謝ですよね。 本当ね、本当ね、やばかったんだから。 いやー、仕事があるっていいことだな。いや、本当ね、もうやばかったんですよね。年末で資金がショートしちゃうねってね、言われるんですけど、で、どうすんのっていう、ね、感じなんで、あ、ごめんなさい、ちょっと私、変なボタン押しちゃった。いやー、まあ私のね、私、まあフリーでやってるんで、こういうことはもう1年の中でしょっちゅうありますね。しょっちゅうってわけじゃないかな。年いっぺんぐらい必ずありますね。あ、じゃあ何、解散するの？って。解散しましょうか？っていう。 あ、これダメなやつだな。じゃあ一回落として、私さっきのセリフちゃんと頭に入ってないんで、読み直していきましょうかね。ほんと、まあ、なんとかね、仕事が入ってほんと仕事よかった。もうね、これで来年夏ぐらいまでは、何も考えなくて仕事だけやってて生きていけそう。 今お酒入れてっからね、これ笑いながら話せるんですけどね、お酒入れてなかったらズーンって重くなるからね、本当に。あ、でもよかった、本当よかった。さ
さあ、じゃあね、ちょっとよくわかんないんで、さっきの悪魔さんのセリフを、見てから行きましょうか。もうグラムス行っちゃえと。いや、レムちゃん強くなりましたね、本当ね。はい、やった、悪魔をやっつけたぞーと。とりあえずこれで終わっておいて、次はね、しばらく置いてから連続で上げちゃうとね、見過ごされる方もいるんで、見過ごされる、見逃す方だね、いたりしますんで、ちょっと時間を空けてね、あげようと思います。それじゃあ、ファンクスコメントやっておきます。どうもありがとうございました。